お聞きの放送は SBS 日,日本語放送のホームページ s、sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ6月25日、SBS 日本語放送ニュースです。 内部告発サイトウィキリークスの創設者でオーストラリア人のジュリアン・アサンジ被告がアメリカとの司法取引に応じオーストラリアに帰国できる見通しですアサンジ被告は拘束されているイギリスの刑務所から釈放されその引き換えにアメリカのスパイ活動法に違反した罪を認める認める見通しですソーシャルメディアプラットフォーム X にあるウィキリークスのアカウントではロンドンの高等法院から保釈されたアサンジ被告が 飛行機に乗りイギリスを離れ祖国オーストラリアに向かっていると伝えていますがこの情報はまだその真偽が確認されていません連邦政府はこれを受けて声明で他国で行われている法的手続きにはコメントしないと発表していますメルボルン北部ブロードメドウズにある住宅で10代の少年1人を含む4人の遺体が発見されました警察が捜査を行っています 遺体を発見したのは亡くなった人の親族だという男性で自らをコーリーと,のーリーと名乗りナ9ニュースの取材に応じました自分は近くに住む親族で遺体が発見された家を訪れてドアをノックしたところ返事がなく窓から中を覗くと17歳の少年が床に倒れていたと語っていますこのコーリーと名乗る男性は遺体で見つかった4人について薬物の過剰摂取により死亡した可能性があると述べました 男性ととリポータータの会話です遺体を発見した男性とリポーターのやり取りでした。 オーストラリアにある世界遺産の一つ、グレートバリアリーフが今年、ユネスコが策定している世界危機遺産リスト入りを免れました。危機遺産に指定されると世界遺産から除外される可能性が出てきます。パリで昨日発表された年次報告によると、ユネスコはグレートバリアリーフを危機遺産リストに加える必要はないとの見解を示しています。 しかし同時にグレートバリアリーフが脅威にさらされているとして来年早々までに改善報告書の提出を求めるなどサンゴ礁を守るための提案が多く出されました連邦政府のタニア・プリバーセク環境省はチャンネル9に対し危機遺産リストから外れたことに安心したと述べました とてもほっとしました特に観光業などグレートバリアリーフの存在で収入を得る仕事は数万に及びますこれはこれまでの努力そしてオーストラリアがグレートバリアリーフの保護のために投じた資金が認められた確固たる証しですグレートバリアリーフが特別であることそしてそれを守ることが私たちの仕事であると知っています 気候変動が現実のリスクであることも知っていますプリバーセック環境省でしたニュースを続けます連邦国会で今日野党グリーンズがパレスチナを国家として認めるための同義を上院に提出します パレスチナ寄りの労働党のファティマ・ペイマン上院議員が党の立場を超えてこの動議を支持するかどうか注目されています。同じような動議は今年下院でも提出されましたが、労働党、自由党、国民党がそれぞれ反対しています。グリーンズのアダム・バント代表は、党は、党が望んでいるのは国会の中で平和を促すことだと述べました。 ビクトリア州の地方部セパストポールで男性1人が銃で撃たれました州警察はこの男性を狙った犯罪であるとの見方を強めています通報を受けた警察が昨日早朝現場に駆けつけ銃で撃たれたとみられる傷を負った男性を発見しました男性は病院に運ばれ治療を受けています現在州警察が事件を捜査していますが現時点でこの男性以外の人への脅威はないとしています ニューサースウェールズ州の看護師や助産師の労働組合が発表した調査で州政府が追加の財政負担をすることなく看護師らの給与を大幅に引き上げることが可能であることが示されましたまだ手をつけられていない連邦政府からの資金30億オーストラリアドルを財源にできるとしていますニューサースウェールズナースイズミッドワイブスアソシエーションが発表した調査はコンサルティング大手デロイトが分析したもので これまで病院での記録が誤っていたり十分でなかったりしたことで過去5年間にわたり病院が連邦政府の資金30億ドルにアクセスできなかったことが示されました組合のトップシェ,キャシェイ・キャンディッシュ氏はこれまで長きにわたり患者のデータが正しく記録されなかったことで数十億ドルを活用できる機会を失ってきたと説明しましたオーストラリアの医療システムで 移民の医師や看護師医療従事者の数が急速に増えていることが新しいデータでわかりましたしかし医療団体などによると海外で得た医療資格がオーストラリアで認められるまでのハードルが高いことから海外の資格を持つ数百人が未だにオーストラリアで医療職に就けない状況にありますバングラデシュ出身の医師の集まり フェデレーションオブ・バングラデッシュ・メディカル・ソサエティーズ・オブ・オーストラリアを創立したアヤツ・チョーダリー博士はオーストラリアの医療従事者を管理する機関アプラが状況の改善に貢献できると語ります海外の医療資格を持つ人にオーストラリアのシステムを理解するための準備コースを設けてほしいと各政府に求めています。 市民権を持ち医療の世界に入るのを待ち続けている彼らの力を活かします。医師を探すためにアプラと AMC を統合することを各政府に提案しています。長谷り博士でした。続いてスポーツ、サッカーです。 南米サッカー連盟が主催する大陸選手権大会コパ・アメリカでコロンビアがパラグアイを2対1で下し順調なスタートを切りました明日は前回2021年大会で優勝した優勝筆頭候補のアルゼンチンとチリが試合を行いますがこれは2016年大会の決勝戦と同じ組み合わせとなりますすす続いてファイナンンスででででエクスチェンジレートですお昼のの時点での数字です オーストラリアドル1ドルは日本円で106円トんで6000 US ドルで66.53セントまた US ドル1ドルは日本円で159円40銭で取引されています続いてお天気ですお昼の時点での明日26日水曜日のお天気ですパースは雨で最高気温は19度アデレードも雨で最高気温は15度メルボルンは雨足が弱まるでしょう 最高気温は14度ホバートは朝方に雨が降るかもしれません最高気温は13度キャンベラも雨になりそうです最高気温は14度シドニーはほぼ晴れで最高気温は21度ブリスベイもほぼ晴れで最高気温は24度ダーウィンもほぼ晴れの予報です最高気温は32度の見通しです以上ニュースとお天気でしたお知らせの後はカレンターフェアーズに続きます もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます。